今回は野毛第6弾飲んだくれ編です。まずはね、馬車道から行きたいと思います。こちら馬車道エイトさんですね。こちらね、本格中華の立ち飲みということで、馬車道からは結構離れてるんですけど、まあ大田町通りの方ですね、スタジアム側ですね。ぜひぜひ、行ってみてください。本格的なね、中華でね、ポーションがね小さいんですよ。ですごい値段も安くて、本当ちょっと飲みとかね、昼飲みとかでも本当最高だと思います。ぜひぜひおすすめのお店です。馬車道エイトさんから歩いて10分ぐらいですかね、4時前くらいだったと思います。のんびりテクテク歩いてね、野毛まで来ました。このぐらいの時間帯ってね、空の青と沈んでいくね太陽のね、光がちょうど合わさってトワイライトな感じで、すごい好きな時間帯なんですよね。そして2軒目に伺ったのが、チャコールスタンド野毛さんですね。こちら外観が普通の工場みたいになってるんですよ。トモエ工業株式会社って書いてあるんですけど、そのまま工場をリノベーションして、中はすごい洒落た、もう本当にね雰囲気のいい飲み屋っていう感じになってるんですよね。もう本当ね洒落てる感じでね、若い子がすごい多くて、いつでも混んでてなかなか入れないかったりするんですよ。外人さんなんかもいてね、激安ではないですけど、まあそこそこ安いしね、料理もお酒も本当にいいと思います。1階は立ち飲みで、2階急な階段登ると上はテーブル席になってるんですよ。でもまあ立ち飲みでいいんじゃないかなと思います。2階の席はね予約とかできるみたいなんで、いろいろ調べてみたらいいんじゃないかなと思います。料理もねどれもね美味しくてね、本当におすすめのお店なんで、とにかく雰囲気が最高にいいんで、ぜひぜひ行っていただきたいと思います。そしてこちらの野毛の顔ともね言えるシンボル的な場所ですよね。こちらに戻ってきました。前回ねホッピー千里さん行ってめちゃくちゃ良かったんで、今回はてるさんぽさんと一緒だったんで、ぜひ連れて行きたいなと思って、てるさんも行きたい行きたいって言ってくれたんでね、じゃあ行きましょうということで、てるさんと2人でホッピー千里に潜入です。違います、まっすぐまっすぐ潜入ってね、ホッピー千里入れるかな。将棋で有名な羽生さんっていらっしゃるじゃないですか。羽生さんにそっくりなね仙人が出迎えてくれるんでね、なんかホッとする感じです。前回も感じたんですけど、こちらの仙人の会話のテンポとか話してることとかね、あとはもう店の雰囲気作りとか、本当にねエンターテイナーだなと思いますね。もうそういうこの空気にどん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 こうこっちも楽しくてワクワクしながら、生ホッピーを待つというね、この一連の儀式的なこれがねまたたまらなくいいんですよ。まずはね生の白ホッピーで乾杯です。発
初めて生ホッピーを飲んだテルさんもうわ美味しい、もう泡がクリーミーでやばいって言ってね、すごい喜んでいただけたんでね、連れてきてよかったと思いましたね。僕はなんかこの前あの北米大陸の風の、まあ、カクテルホッピーを飲ませていただいたんですけど、今回違うのもなんか飲んでみたいってことで、なんか何だったっけな、味が梅チックのやつでしたね、ちょっとごめんなさい名前忘れちゃったんですけどそれもねなかなか美味しくて、まあこう何ですかね、他にもいろいろ変わり種あるみたいなんで、ぜひぜひあの先人に聞いていただけたら優しく教えてくれると思うので飲んでみたらいいかなと思います。その出来上がりですね、本当にね爽やかでクリーミーでね美味しかったですね。そしてこちらがテルサンポさんが飲んだ北米大陸の風、これはレモンサワーと黒ホッピーのハーフ&ハーフみたいなんですけど、まあ僕もね前回飲んですごい美味しいのが分かってたんですけど、テルさんもこれは美味しいって言ってめちゃくちゃ喜んでましたね。そしてこちらは違う日に行った、野毛の日の出町からですね、こちらも随分古いですよね、日の出屋さんです。こちら串カツのお店ですね。なんか串カツっていうとやっぱ関西風な感じするんですけど、あえてフライ屋さんっていう感じですかね、もうフライのお店っていう僕はイメージがあります。こちらはフライは結構安いんですけど、まあドリンクはそれなりかなっていう感じですね。この日は川崎いとこさんとてるさんぽさんと3人で合流ということで、まずはこちらでビール飲んでフライでも行きながら次の店どうするって相談しようぜってことで、こちらちょっとねソースがいきなりドバッと出ちゃって、いや焦ったんですけどしっかりソース使い切ったんで、あの大丈夫です。こちら本当にねフライ美味しいんでね、安価で結構美味しいフライ食べられるんで、ぜひぜひ来ていただけたらと思います。そして野郎3人で結局次に行く店が決まらずに、ブラブラと、野毛を歩きながら決めようじゃないかということで、ブラブラしてました。そして結局野毛の、半身チキンで有名なのかな、あとシューマイサンダースさんに来ました。ちょっと外観取り忘れちゃったんでねすいません。こちらがポテトサラダですね。この後ね、もう二人合流するということで、行く店が決まってたんで、あんまり食べれなかったんで、まあこれぐらいですね。これで、あとお通しのなんか、ナッツみたいなやつ辛い。それでね、2、3杯ハイボール飲んで、次に移動しました。こちらはね、孤独のグルメで一躍有名になった、第一亭さんですね。神奈川のね、ラーメン好きの、二郎系のラーメン好きの人たちは、もちろんここが、本家のパタンのお店だってことは知ってると思うんですけど、まあここがこっからパタンは始まったわけですよ。他にもねこの豚豚豚っていうもう豚料理がバチクソうまい店なんで、もうすごい並んでましたね。僕らはもうお店開店ぐらいで行ったんで、まあ 2,3 人しか前に並んでなかったんですけど、僕ら帰る頃には10人ぐらい並んでましたね。まずはね、合流する2人を待ちながらホルモン炒めつまみにハイボールで乾杯です。めちゃくちゃ柔らかくてね、味噌が効いててバチクソうまい。これはねずっと噛んでられるやつこの豚タンもね、ちょっといまいちだったかなこのチートはやばいっすよ。生姜がバチクソ効いてて、豚の胃袋っていうかな、硬い感じがイメージするんですけど、めっちゃ柔らかくてでも歯ごたえはあるというね、最高の酒のつまみです。正直ねご飯食べたくなりますね。
このねホルモンチーとあとはタンは、孤独のグルマで五郎さんが食べてたやつなんでね、ここ来たらマスターだと思います。餃子はねまあ普通ですよ。そしてこの辺りでね、後から来た2人が合流してパタン食べました。めっちゃしょっぱかったけどねこれニンニクの暴力パタン、もうみんな美味しいって言ってましたねぜひぜひ食べていただきたいと思います。そしてねまたこちらに戻ってきました。この日はね、ホッピー船に行こうかって言って行ったんですけど、なんかね臨休だったんですよね。なんか僕ね臨休のね例に取り憑かれてるんじゃないかっていう感じで、行く店行く店臨休が多いんですよね。この日はまさかの、ホッピー仙人さんが臨休ということで、まあどうしようかということでね、あじゃああそこに行こうぜということで行ってきました。僕まだ来たことないですけど、ここのドゲハイボールも気になりません？今度来ましょうよ、これ。で、あの宣言に聞いた。こちら前から気になってたドゲハイボールさんです。こちらマスターのね語りもすごいね面白くてね、なんか専門的な話とかハイボールのお酒の話とかもねいろいろ聞かせてくれてすごい楽しかったですね。店の雰囲気もね良かったです。こちらは氷を使わないハイボールが売りのお店で、なんかね、レモンピールをちょっとピュって絞ってね風味付けしてくれるんですけど、最後に仕上げでそれがねすごいビターな感じとレモンの爽快な香りがしてねすごい良かったですね。あ本当に初めてかもしれない、こんな美味しいハイボール飲んだのっていう感じでしたね。なんかね、マスターのね職人技のこの鮮やかな手つきを見ながらね、ああれ飲めんのかなとかね、あまだかあっちのお客さんかとか思いながらね、あの今かと待ってました。テルさんとかね他の人もみんなね美味しい美味しいって言ってくれてたんですけど、川崎さんはちょっとね高いって僕言ってましたけどね。でもねこちら氷が入ってない分、あの炭酸タバコを丸々1本使うんで、普通の2杯分は入ってるっていう風にねマスターもおっしゃってたんでね、そんなね高いとは思わないんですけど、もうやっぱ味がねすごいいいですしね、ぜひぜひ僕的には超おすすめなんで、野毛に来たら一度は行ってみたらいいと思います。1000円ちょっとですねこの1杯のハイボールは。でも美味しいんでね、そんな2杯分と思えば高くないと思いますよ。スナックがねお通しみたいな感じでこれが出てくるんですけど、まあこれはまあ普通のスナックです超おすすめなんで行ってみてください。そしてねもう夜もとっぷりと更けてねまだ帰りたくないということで、僕たちは飲んだくれ会なんだね、どっか行こうぜということでね、関内伊勢崎町寄りのところにあるねこちらのお店ですね、吉田町にあるテンプターズさんですね。こちらねピザがね、マルギリータが500円からなんですよ。で普通の大きさのやつで出来たての熱々のやつも本当に美味しくて安いし、飲み放題この時やったんですよ2時間で結構安かったんですよね。でももういろんなワインとかいろんなの飲めるんで最高でした。2時間飲み放題だったのかな、で2000円ぐらいだったのかな、
それでなんかピザ結局 4,5 枚食べたのかなみんなでよく食いますよね。ほんで1人 3,000 ちょっとぐらいだったんでかなり安いと思います。超絶おすすめの店なんで、ね、ぜひぜひ地下ですね、あの伊勢崎モールの入り口のところを何ですっけ丸亀の方に行って交番の近くのところにある地下降りていくところなんでぜひぜひ行ってみてください。美味しくて安いんでね超絶おすすめです。今回はのげのみ第6弾飲んだくれ編お送りさせていただきました、ご視聴ありがとうございます。いつもいつもすいませんね、なんか本当にありがとうございます。またよろしくお願いします。